な肉体ここに復活せり、世界をひれ伏せ。さもなくばこの私を屈服させてみるがいい。もしもし、ドレッタさん、ちょっと前まで船酔いと日射病で倒れてた人間が何を言い切ったこと言ってるんですか。ほら、そんな選手に突っ立ってて海に落ちちゃったりしたらどうするんですか。危ないからこっちに来てほしいんですけど。心配は無用。なぜなら私という存在はいかなる状況にも適応できる最強の。可愛いクラリーチェちゃんの言うことを聞きなさい。何度も言わせるな。いいか、私はいかなる者の助けも必要としてなど。ドレッタさん、何度も言わせるなはこちらのセリフですからね。そのまま突き落としちゃいますよ。いいだろう、申し出を受け入れよう。だがこれはあくまでクラリーチェ、貴様の面目を保ってやったに過ぎない。それを忘れるな。はいはい、どうもありがとうございます。それでこの船はどこに向かっている？さっきちゃんと説明したんですけど、まったく本当にダメダメですね、ドレッタさんは。ま、説明してる時完全にグロッキーでダウン状態でしたもんね。本国から要請が届いてるんですよ。私たち頼りにされてる。要請？ラロック国立学院の学生が2人この近くに何かの調査で来てるらしくって、私たちにその2人の調査を手伝ってほしいそうです。場所はベルゲン島の近くにある島で、詳細はまた後でその生徒たちから説明があるって。時間が限られているのでぜひ協力してほしいそうです。その生徒というのは6年生のエヴァさんと私たちと同級生のソフィアさんですね。ソフィアさんは明るくて話しやすいって聞いてるから全然心配してないんですけど、問題はエヴァか。冷血の天才って呼ばれてる人ですよね。子供の頃からとっつきにくいって噂だったし。まあこの私にかかればそんなやつを配下に置くくらいなんでもないけどな。いやいや、一応私たちより先輩ですからね。あ、島が見えてきましたよ。二人は港で待ってるそうです。ソフィアです、よろしくお願いしますね。私はエヴァ。こんにちは、私クラリーチェと言います。世界一可愛い女の子です。エヴァさんにソフィアさん、よろしくお願いします。我が名はロレッタ、漆黒の闇をまといしこの力刮目するがいい。よろしくお願いします、任務の手伝い任せてくださいだそうです。それは当然、しっかり協力してもらわないと困る。うん、貴様、こっちは善意で協力しようと。そのだな。何？ええ、なんでもありません。いや、なんでもあるぞ。さては貴様たち、上位存在の息がかかっているな。大丈夫です、ドレッタさんのこれはいつものことなので無視してください。己、我が暗黒なる呪われた力ここに解放して。ロレッタさん、私の影に隠れながら強がらないでくださいよ。隠れているわけではない、私は常に闇をまとっている存在であるから、して闇を味方に。うロレッタさん、ほらほら落ち込まないで元気を出してくださいよ。はい、笑顔。落ち込んでなのいない。とにかくだ、貴様らが背負いし運命をここに開示せよ。私たちに頼みたいことというのは何なのか説明してください。
だそうです。あ、そうですね。説明が遅くなってしまってごめんなさい。実はラロック共和国の有する研究所からタヌキが逃げ出してしまったんです。タヌキ？その逃げ出したタヌキはエーテル廃棄物によって汚染されています。え？大変じゃないですか。そうなんです。二次感染の被害を防ぐため一刻も早く捕獲しないといけません。不幸中の幸いで逃走したタヌキにはあらかじめ探知機がつけられていました。ですのでおおよその場所の特定にはさほどの手間はかかりません。探知機の不調で少しの間信号が途切れていたのですが、少し前に回復して現在はこの島に問題のタヌキがいることが判明しています。おそらく密かに船に乗り込んで国を脱出しこの島までたどり着いたのでしょう。迅速な対処が必要。そこでですね、この地域に詳しいクラリーチェさんとロレッタさんにガイド役をお願いできればと。話はわかりました。大変みたいだし協力します。な、おい、私はまだ引き受けるとは。待って、何か聞こえる。何かって？あれは鳥の群れ？いや違う、あれは猫？あ、本当ですね。よく見ると翼が生えた猫の大群ですね。うわ、見た目やば。こっちに来ますね。敵むき出しって感じ？来る、構えて。猫は向こうの山へ逃げていったみたい。全員無事。クラリーチェちゃん失敗。猫の爪で引っかかれちゃいました。私もです。あ、でも軽傷なので心配しないでください。まだ戦えるなら問題ない。もうエヴァ、少しは心配してくださいよ。探知機の信号からわかることはタヌキがこの島のどこかにいるというところまでです。なので周辺の群れで聞き込みをして目撃情報を募りましょう。事態は一刻を争う。案内よろしく。暗黒なる力を秘めしこの私を顎で使おうとは。どう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 。村の案内なら最高に社交的で愛想が良くて顔の広いこのクラリーチェちゃんにお任せあれ。あ、あそこにいるのは、おーい、おじいさん、おひさです。ああ、クラリーチェちゃんかい。あのね、おじいさん、私今探し物してて、この辺りでおかしなタヌキを見かけなかったですか？タヌキ？うん、そうそう、タヌキ。それなら森に入って北の方角へ探しに行くがいい。ただし行ったならもう二度と帰ってこないでくれ。だな、道お前たち全員その森で朽ち果てることになるだろうがな。え？ちょっとおじいさん、どうしちゃったんですか？驚かさないでくださいよ。何かの冗談？ご老人、随分なご挨拶だけれど、それがあなたたちの流儀。この村の程度が知れた。こんなところに長いは無用。あ、ちょっとエヴァ！ちょっと変ですよ。いつもはとっても温厚な人なんです。何か悪いものでも食べちゃったんですかね。
凄まじい殺気を帯びている。我が邪眼に宿りし悪魔の力を持ってみれば一目瞭然。やはりエヴァはただ者ではない。ロレッタさんの目、邪眼なんですか？悪魔が宿ってるんですか？言っていなかったか？何を隠そう、私はこの世界を滑る。あ、全部ロレッタさんの中での設定の話なんで気にしないでください。設定？設定などではない。私の中に抑えた漆黒の闇が暴れ出してしまう前に取り消せ。そんなことより、そんなことより、やっぱりさっきのおじいさん変ですよ。いつもはあんな人じゃないんです。うむ、まあそれに関してはクラリーチェに同意だ。あの老人は普段は私の話にしっかり耳を傾けてくれる選ばれし民だ。いい人ってことですよね。まさか上位存在に脳を操作されているのでは？それは違うと思いますけど。でも今回ばかりはロレッタさんの言葉にもうなずけちゃいそうなくらい違和感ありますね。ひとまず森の北部という情報は得られたことですし、森に向かいましょう。ロレッタさん、あんまりエヴァさんを苛立たせちゃダメですよ。そんなつもりはない。同じ星の下に生まれた運命共同体として私はきちんと譲歩している。でもエヴァさんって怒ると本当に怖いですね。私もうガクブルですよ。ラロックの学院にいた頃、ものすごく怖い先輩がいるってエヴァさんのこと噂になってましたね。エヴァもそうだが、ソフィアのことも私はあまり知らないぞ。同じ学院に通っていたとはいえ、あの二人を見かけたことはあまりないな。あの二人、ラロック情報機関の最高責任者であるバベットさん自らが教育していましたからね。エヴァさんに関しては他にもいろいろな怖い噂がありますよね。ロレッタさんもそんな噂聞いたことがあるんじゃないですか？ふん、何を耳にしたところでこの私が恐れるはずがないだろう。本音は少し干渉しづらい。エヴァさん怖くって話しかけにくいよ。ふえーってことですね。でも私、エヴァさんの過去についてちょっと気になることを聞いたんですよ。よく出回っている噂なんかとは違うやつです。エヴァの過去？実は昔のエヴァさんはそんなに冷たい人なんかじゃ全然なかったそうなんです。でもある事件がきっかけで性格がすっかり変わっちゃったらしいんですよ。今でこそ冷血の天才だなんて呼ばれてますけど、根は優しい人なのかも。本当か？あくまで聞いた話なんで私も確証はないですけど、いくら優秀な人でもそれに伴う人徳がないとこんな大事な任務に抜擢されたりしないですよ。それはそうかもしれないな。だから変に怖がらずに接してみればエヴァさんの秘められた一面がわかるかもしれないですね。秘められし優しさか。どうです、少しは緊張和らぎました？ロレッタさん、極度の人見知りですもんね。な、私はもとより緊張などしていないぞ。じゃあそういうことにしておきます。ここから森ですね。おじいさんの言葉通りならここから北に向かえばいいはずですけど。信用はできないけれど、他に手がかりとなる情報がない。どうしたんですか？見て、野生動物の足跡。あ、本当ですね。でもタヌキのものとは違うような。何かが飛び出してきました。今のは猫？
先ほど飛び出していった猫、港で私たちを襲ったものと同じに見えた。あ、私もです。素早かったのでしっかりとは分からなかったですけど、でも翼が生えてるの見えました。翼猫め、またも我が行く手を阻むつもりか。翼猫？翼が生えていたからな。特定の相手を手中に収めんとするなら、名称を付与することは大事だぞ。その翼猫だけど、研究所から逃げ出したタヌキと何か関係があるのかもしれない。関係？そう、あの猫たちは明らかに変異種。まあ確かに、翼の生えた猫なんて見たことないですもんね。けれどここは汚染地域ではない。それなら感染源は他のところから来たに違いない。そうなりますね。翼で飛べるから猫たち自身が全く関係のないところから飛来した可能性もあるけれど、逃げ出したタヌキがたどり着いたのと同じ島に偶然別の汚染された生物がいる確率を考えると、翼猫たちの感染源は私たちが追っているタヌキである可能性が高いというわけですね。そう。いた、翼猫。追いかけよう。見失った。けれど走り去る方角はどの翼猫も同じ。南へと向かっていたな。北に走っていきましたね。北ですね。うん、なんだと？いやいや、クラリーチェ、貴様の目は節穴か？明らかに南の方角へ走っていっただろう。ええ、私の目にもそう見えたけれど。絶対に北でしたよ。北です、間違いないです。これは一体、ソフィア、翼猫が走り去ったのはあっち、あっちは南のはず。違います、絶対にエヴァが間違っています。翼猫たちが走り去ったのは北の方角です。ですね。あの翼猫はどう考えても北に逃げてましたよ。私のような世界一不愛想で可愛くない女の子が断言するんですから間違いないです。不愛想で可愛くない？クラリーチェ、熱でもあるのではないか？様子が変だぞ。ロレッタさんに言われたくないです。いつも変なことばかり言って私のこと困らせるんですから。貴様、それは本心で言っているのか？当たり前です。毎回毎回本当にうんざりしてるんです。な、耳を貸してはダメ、ロレッタ。二人ともどうも様子がおかしい。ソフィア、一体どうしたの？構わないでください。どうせどんなに努力したってエヴァには追いつけないんだから。努力が無駄だというの？それはあなたのアイデンティティを否定する言葉？だって本当のことです。ソフィア、クラリーチェ、我がジャガンは確かに見た。うずくのだ、あの翼猫たちは南へと向かった。北です。そうか、わかったぞ。貴様はどうやら上位存在からの攻撃を受けているようだな。また出ましたね、それ。そういうの本当にうんざりなんですよ。クラリーチェ、ドレッタさんのそういうところ、私大大大嫌いです。ああ、もうロレッタさんなんて私の前からいなくなっちゃえばいいのに。それがクラリーチェの望みだというのであれば。待って、
ロレッタ。止めてくれるな。このまま私は果てなる忘却の彼方へと消える。探さないでくれ。聞いて、いくらなんでも様子がおかしい。さっきからまるで二人らしくない発言ばかり。それは確かに。何か原因があるのかもしれない。何かって一体。まさか本当に上位存在が。その上位存在というのは何。それはつまりだな。ここでいつもならクラリーチェが一般人にも分かる言語に落とし込んでくれるというのに。二人の表情や仕草を見た。表情と仕草だと。観察してみた。らしくない言葉を口にするたび、多大な苦しみを感じている様子だった。あの二人の異常言動は自分の意思によるものではないのかも。つまりあの二人は本当に言いたくてあんなことを言っているわけじゃない。何らかの見えない力で本心とは異なることを無理やりに言わされているので。はクラリーチェは私のことが嫌いになったわけではないのか。私はあなたたちの関係性を深くは知らないけど、パートナーであるならわかるはず。ソフィアは絶対に私に向かってあんなことを言わない。そうだな。クラリーチェは決して私にあんな言葉を吐いたりはしない。どうやらロレッタ、あなたと私に異変は起きていない。様子のおかしいソフィアとクラリーチェには一つ共通点がある。あ、それはまさか翼猫との戦闘で負った引っかき傷のことを言っているのか。そう。今日ここに集まった4人のうち、あの二人に共通することはそのくらいしか思い当たらない。全ての原因はあの翼猫たちにあると。そしてあの翼猫たちの感染源が私たちの追っているタヌキであるなら、全ての根源は研究所から逃げ出したタヌキにある。やはり一刻も早く捕獲しないと。何の音。エヴァ、あそこ、タヌキだ。いたぞ。ソフィアとクラリーチェも来て。早く。あのタヌキ、なんかすっごく小さくないですか。小さいですね。逆だ逆。ものすごく大きいぞ。なんだあれは。とにかく確保する。急いで。ふう、追い詰めた。もう逃げられないぞ。魂を汚されし巨大タヌキめ。クラリーチェがおかしくなったのは貴様の仕業だな。もうバレたのか。ふん、よくわかったね。タヌキが喋った。大きい上に喋った。ロレッタ、何してるの。別にエヴァの背中に隠れているわけではないぞ。これは戦略的撤退だ。決して喋る巨大なタヌキに恐れおののいて怯えているわけではない。断じてエヴァよ、この邪悪なる生物に対し我の疑問を代弁せよ。最初からそのつもり。ソフィアとクラリーチェがおかしくなったのはあなたが原因。いかにも。この短時間で突き止めるとは、人間にしては骨がある連中だね。なんだこの異様に上から目線のタヌキは。君たちの仲間だけじゃないよ。島の村に住んでいる連中もそうだからね。あのご老人のおかしな様子も同じ原因だったと。彼らに本心でないことを言わせたのはこの僕の力だ。これから先、君たちの仲間の言動そのすべてが本音とは異なるものになる。右に行きたいと思っているのに体が左に行ってしまうこともあれば、好きな人を抱きしめたいと考えているのに冷たく突き放してしまうこともある。
程度は人にもよるけど、本心とは正反対の言動が目立つようになっていくぞ。それでもなお、君たちは一緒に行動することができるのかな？本心からお互いを信用できる？無論。けれど、ソフィアの口からあんな言葉を聞くのはあまり愉快なものではない。だから、彼女たちを元に戻す方法を教えて、あなたを今すぐこの場で滅すればいい。野蛮だね。でも、ここは僕の領域だ。彼女たちを元に戻したいなら、今すぐこの島を離れて出ていくこと。そうすれば、その呪いは自動的に解かれる。その汚染による呪いが悪化する前に早急に立ち去ることだね。それじゃ。待て。逃げられた。なんて素早い。エヴァ、これからどうするんだ？私の任務は、あの逃げ出したタヌキを捕獲すること。それは何も変わらない。だが、クラリーチェとソフィアが。あのタヌキがこの島にとどまるなら、感染は島内だけで済むんじゃないですか？だったら、こんな島放っておいて、とっとと帰りませんか？それがいいです。私たちには関係ありません。この島なんてどうでもいいです。これはこの二人の本心ではないから、要するに、ややこしいな。この島から帰るのはまだ早い。最後まで調べよう。二人が言いたいのは、つまりそういうこと。違います。いいえ、そうじゃないです。頭が痛くなってきた。こいつは困ったことになったぞ。いずれにせよ、この島の人たちを放ってはおけない。逃げ出したタヌキや変異した翼猫たちも野放しにはできない。ソフィアとクラリーチェの症状が悪化する前に一刻も早くタヌキを確保しないと。なが、世界はそろそろ暗黒に包まれる。見よ、天井の光が失われつつあるの。そろそろ太陽が沈むよ。夜の森は怖いよ。タヌキ探すどころじゃないです。ふえーん。ってドレッタさんは言ってます。相変わらず分かりにくくて腹が立ってきますね。クラリチェ、貴様本当に本心で言ってはいないだろうな。本心です。え、ああ、逆か。ややこしい。実にややこしい。確かに、そろそろ暗くなる。一度森を出よう。今日のところはどこかに宿泊して体勢を立て直し、明日もう一度戻ってくるとしよう。ドレッタ、感染していないのは私とあなただけだから。その通りだな。私の体はすでに暗黒の力が支配している。よって九段のタヌキの汚れごときに侵入されることなどない。ロレッタ、あなたもう少し普通に話せない？これが私の通常形態だ。常人には高尚な言語が理解しがたくとも、感染していないのがエヴァさんと私の二人だけ？ますます気まずい。緊張がピークだよ。助けてって言ってますね。そうなの？バカな。私は緊張などしていない。エヴァ、もっともっといじめてあげたら？こういう可愛くない後輩は一度しっかりしつけた方がいいんです。そうそう、たっぷりいじめてあげてください。貴様たち、それは本当に本当に本心ではないんだろうな。信じるぞ。本心ですよ。完璧に本心本音です。むぐとにかく一度村まで戻って、どこか泊めてくれる宿を探すとしよう。
すみません。今晩泊めてもらえませんか？こんな汚い家に泊まりたくはないです。あんたたちを泊める気はないよ。今すぐに帰っておくれ。すまない。この闇が光照らすまでの一時、私に休息を提供してはもらえぬだろうか。ドレッドさんはお願い止めてくださいって言っていますね。止めてくれなくても私は全然構わないんですけど。誰が止めるものか。帰れ。そして二度と来るんじゃない。見事なまでの連続門前払い。クラリーチェにソフィア、貴様たち、その呪われし口をしばらく閉じておいた方がいいぞ。嫌です。絶対に閉じないです。私、何があっても口を閉じませんから。もうダメだ、おしまいだ。宿が見つからないのは、何も二人の症状のせいで誤解を招いているというだけの問題ではない。この村全体が、あの逃げ出したタヌキの呪いに感染している。つまり、村人たちは本心では私たちを止めてくれようとしていても、実際にはその通りに行動できないということ。では、あの村人たちも本心とは異なる行動をとっているのだな。表情や仕草がぎこちなく、どこか苦しそうだった。間違いない、ロレッタ。なんだ？この私に改まって話しかけるとは。貴様もしや、天からの啓示を受けたというのか？何を言ってるの？私に話しかけてくれるなんて、どういう風の吹き回しですか？だそうでーす。ロレッタさん、ちょっと何言ってるかわかんないことが多くて面倒だと思いますけど、変な言い回しをする癖があるだけなんで深く気にしてください。なるほど、あまり深くは気にするなと。だけど最初の頃よりもさらに何を言ってるのかわからなくなってきている気がするけれど。きっと私とソフィアさんがあまり口を開かないようにして発言を控えているからですね。エヴァさんとロレッタさんしか会話ができない状況だからテンパってるんだと思います。ほんとどうしようもないですよね。そうなの。ロレッタ、ちょっと来て。うわ、なんだなんだ、私を暗がりに連れ込もうとは。暗闇は我が支配領域だから怖くないぞ。ロレッタ、このままだと拉致が開かない。ソフィアとクラリーチェは置いていくという手もあると思う。それについてどう思う？置いていくだと？現状ではあの二人の感染を治す手立てはない。言動が読めない以上あの二人は足手まといになりかねない。だから置いていくという選択肢。それについて意見が聞きたい。クラリーチェは我が運命共同体だ。共に行動し全ての事象を共有する。置いていくなどありえない。我が精神がそれを許容しないだろう。それがあなたの答え？答えなど最初から定まっている。星々の導きが道を照らしているのだ。こういう時いつもならクラリーチェが汎用言語に通訳してくれるのだがな。あなたには彼女が必要ということ。貴様はどうなのだ？私は。エヴァ、ここにいたんですね。ソフィア、あなたの考えていること全然わからないよ。でも置いていかないでほしいです。それはつまり私の考えていることはわかる。だから置いていってくれと。そう言っているの、ソフィア？違うよ、置いていってほしくなんかないです。でも置いていって。うん、結局どっちなのだ？どちらも本心であって本心ではない。自分たちは足手まといになるから置いていってほしいけど、
でも心のどこかでは置いていってほしくはないと思っている。ソフィア、やっぱり置いてはいかない。今ここで別行動を取るのはあまり得策ではないかもしれない。エヴァって本当に冷たいね。ひどいです。大嫌い。うん、私もそういうことだから別行動をする線は捨てる。引き続き止めてくれる宿を探そう。そこの家はまだ声をかけていなかったはず。すみません、一晩泊めてほしいのですが。いいですよ、さあどうぞ。そうか、ダメか、失礼。って、え、今なんて言った？泊めて差し上げますのでお入りください。ありがとう、ありがとう。その言葉に甘えさせてもらおう。貴公の行く末に我が魔の力の祝福があらんことを。いや、魔の力の祝福というのはどうなの。すぐに温かいスープをご用意しますね。待てよ、もしこの村の人間の本心と言動が異なるなら、この娘本当は我々を止めたくないということになりはしないか。それは私も思ったけれど、彼女の言動からは全く異常を感じない。この村で彼女だけは運よく感染を免れているみたい。どうやら皆さんはこの村の状況についてご存知のようですね。この村で一体何があったの。始まりは一匹の巨大なタヌキでした。最初に噂としてこの島には生息していなかったはずのタヌキの目撃情報が広まりました。こういう村ではそんな噂話が最大の娯楽なんですよね。その後今度は翼の生えた猫たちが出没するようになりました。もともとはこの島にいた普通の猫たちです。猫はあのタヌキの命令に従っているようでした。翼の生えた猫たちは一様に人を襲いました。とはいえ襲われた人はみんな軽傷だったのでそこまで大ごとにはならなかったんです。ですが今度は村人たちに異変が生じ始めたんです。村人たちは皆その人らしくない言動をするようになっていきました。そのタヌキはとある研究所から逃げ出した汚染された生物、感染を広げてこの村の人たちを変えてしまった。私たちは明日森に入ってそのタヌキを必ず確保する。そのタヌキの仕業だとしたら、私はむしろそのタヌキに感謝しています。感謝だと？なぜ？この村は風習といいますか受け継がれた文化といいますか、もともとあまり言葉で相手に気持ちを伝えるということをしないんです。どういうことですか？例えば奥さんのことが大好きで着ている服がとても可愛いと思っていても、そのことを口に出して伝えたりはしない。それが夫婦仲の悪化にもつながることもあるのに、みんな気持ちを伝え合うことになれなくて、曖昧な態度で包み隠して人に本心を見せないことこそが美徳としてきた結果なんですが。言わないと伝わらないことだってありますからね。私はそうは思いませんけど。ソフィア、言動がややこしいから少しだけ静かにしてて。でもこの異常事態が起こってから村の人たちは良くも悪くも口を開くようになりました。本心とは反対のことではありますが、他人に言葉を投げかけるようになったんです。最初は村のあちこちで混乱が起きました。だけど本心と違う言動をとってしまう病気などだと次第に分かってきて、逆に言えばそれは相手の本心が言動から推測できるようになったということなんです。お前なんか嫌いだと言えばそれは好きということ。
そうです。たとえ本心とは違う言動だとしても、曖昧な態度でいるよりはっきりと言動に現れることで、かえって夫婦の関係が改善したりし始めたんです。逆境がむしろ事態を好転させた。エヴァ、どうかしたのか？私も思っていることを隠さずにそのまま口に出すのはあまり得意ではないけれど、人間はいずれ死ぬ。え？だから人が何かを変えようとしても本質的な変化をもたらすことはないと私は思っていた。幾度もの侵略戦争の犠牲となった今のラロックという土地もそう。別に以前のラロックがどういう風だったか、そのあり方は私とは関係がない。特に理解しようとも思っていない。ただそれらの戦争が今の汚染をもたらしたことについて恨みを抱いてきた。汚染された土地、その事実だけがただあると思っていた。だけどなんだ？話してくれエヴァ。それらの戦争や汚染がきっかけとなってラロックは帝国体制から脱却した。それは私の感情とは関係なく、どうしようもない事実。それに汚染によって生存環境は悪くなったけれど、それは絶対に許容できない。許してはいけないことだけれど、少なくとも国民みんなが本当に望んでいる国のあるべき姿について改めて考えるようになった。そのことは決して悪いことではないと思う。逆境が人の意識を好転させるという側面は確かにあると思う。そうなのかもしれないな。エヴァ、私はどうやら勘違いをしていた。勘違い？何の話？貴様のことを冷血だとそう思っていた。そう呼ばれていることは知ってる。冷血の天才と。だが貴様の体を流れるその血は熱い。灼熱の炎のごとくふつふつと煮えたぎっている。そして人に触れるとき、それはきっと温かくもある。どういうこと？ドレッタさんが言いたいのはですね、エヴァさんって思ってたより優しさが。クラリーチェ、通訳は必要ない。もしエヴァが感染して本心と異なる言動を取るようになったら一体どうなるのだろうな。確かに自分のことながら興味深い。ここで軽くシミュレーションしてみる。ソフィア。何ですか？あなたは本当はとても弱い。そんなあなたが私は大嫌い。本当はとても強い。そんなソフィアが大好き。エヴァ、そんなこと言われて私が喜ぶわけないじゃないですか。ソフィア、顔が赤い。赤くなんてないですよ。本当にエヴァは冷たいですね。嫌いです。ソフィア、私もあなたが大嫌い。いた。前方に例のタヌキを発見。みんな準備はいい？クラリーチェちゃん、よくないです。全然よくないです。大丈夫そうだな。作戦通り二手に分かれて行動する。ソフィアと私、クラリーチェとロレッタ。あのタヌキは動きが素早いから、両サイドを固めて包囲してから一気に攻撃する。エヴァ、私作戦が全く理解できないです。誰か何か質問はある？あります。誰もないようなので作戦を開始する。クラリーチェとロレッタ、反対側に回って気づかれないように。うむ、
貴様たちに我が加護があらんことを。ここにいるマブたちみんなできっと成功させましょう。だそうです。行きましたね。やけに騒がしくって、私あの人たち苦手です。ソフィア、あの二人が気に入ったの？ううん、そんなことあるわけないです。そう、実は私もちょっとだけ気に入ったかもしれない。何を笑ってるの？どうやら二人とも配置についたみたい。それじゃ状況開始。なんだ。やいタヌキ、ここで会ったが貴様の最後。我が右腕のうずきからは決して逃れられぬ。覚悟しろ。いいだろう、返り討ちにしてやるよ。してください。そんな涙目で頭を下げるな。私が悪役に見えるではないか。ドレッタさん、こんなか弱いタヌキをいじめるなんて最低じゃないですか。おい貴様、どっちの味方だ。僕は。何か話があるなら聞く、話して。僕はもともとどこにでもいるごく普通のタヌキだった。でも汚染されて、その上人間に見つかって研究所に連れて行かれた。すぐに死ぬって思われていたみたいだけど、僕は死ななかった。汚染による変異が進むにつれて、どんどん体が大きくなっていった。それどころか人の言葉まで話せるようになったんだ。そんなことあるんですね。研究所で僕は一匹の猫と知り合った。僕たちはかけがえのない友人になった。触れ合うことはなかったけど、格子やガラス越しに僕たちは交流を深めた。いつか研究所を抜け出して猫を故郷に返してあげると約束した。だけどやがて猫は死んでしまった。だから僕はせめて約束だけでも果たそうと思った。その猫の故郷って、もしかして。僕は研究所を抜け出して猫の位牌を持ってこの島までやってきたんだ。あの翼の生えた猫たちは？この島には野良猫がたくさんいたけど、僕と接触すると体に異変が生じてしまう。そうして変異した猫たちは僕のことを自分たちのボスだと思って命令に従うようになった。そこで僕は思った。危険な人間たちは排除して土地を占領し、ここを猫の楽園にしようって。あなたの事情は分かったけれど、あなたは汚染生物、その影響はあの翼の生えた猫たちにも出ている。残念だけれど、汚染地域から来た生物はここにいるべきではないの。うん、本当は分かってた。でも僕は戻りたくなんかなかったんだ。猫の楽園を作りたいって思ってたけど、本当に作ろうとしてたのは僕自身の居場所だ。ラロックの研究所って本当にそんなことをしているんですか？動物たちを使って実験を？でもそれはルシア帝国にそそのかされた科学者による暴走。国が許可しているものではないの。そうなんですか？帝国にそそのかされた科学者、一体何の話だ。何を知っている。上位存在による陰謀か。知っていることを我に開示せよ。それはできない。あの、僕はこれから一体どうしたらいい。私たちと一緒にラロックへ戻って、きちんとした施設で然るべき治療を受けてほしい。そうすればきっと元通りの健康な状態に戻れるはず。わかったよ。人間は嫌いだけど、でも君を信じる。その前に、お友達の位牌は？まだ持ってる。茂みに隠してあるんだ。
だったら埋葬してあげるといい。どこかあなたがふさわしいと思う場所に。ありがとう。この島を見渡せる山の上に埋葬しようと思う。ここで待っているから行ってきて。僕が逃げるとは思わないの？あなたは逃げたりなんかしない。うん。突然、何？やはり私の邪眼が見極めた通りだったようだ。だから何が？エヴァ、やはり貴様に冷血という言葉は似合わない。ねえ。うむ、どうした？あなた、私より後輩で合ってる？よし、今ので最後の翼猫ですね。あのタヌキさんの汚染情報を送信して本国から空輸してもらった薬、ちゃんと村人さんにも猫さんにも聞きましたね。それに私とクラリーチェさんにも。うん。まったく、ロレッタさんは本当に面倒な人ですね。可愛いクラリーチェちゃんとは大違いです。おい、もう感染は治っているはずだろ。それは本心か、本心なのか。さあどうですかね。どっちだと思いますか？え、じゃない。あ、おい、この、待て。猫さんも村人さんもみんな元通りです。あとは私たちがタヌキさんを連れて帰ればこの島は完全に元の状態に戻ります。エヴァ、クラリーチェがそっちに行ったぞ。捕まえてくれ。ずいぶん懐かれたみたいですね。まったくもって理由がわからない。あ、皆さん、それにタヌキさん。ありがとうございました。みんなすっかり元に戻りました。それは良かったです。でも全くの元通りじゃないこともあります。少し変化がありました。本当に小さなことですけど、お互いの言葉を聞いたことで私たちは相手の本音に向き合うことができるようになりました。お互いが思っていることをより深く理解しようと努力することができるようになったんです。まだまだ手探りで、お互いが何を考えているのかなんてわからないし、いきなり本音を打ち明けられるようになるなんて難しいけど、でもみんながそれぞれ努力しようとしている空気がこの村を変え始めている気がして、私すごく嬉しいんです。そうですね、努力するというのはとても大事なことだと私は思います。努力は私たちを裏切ることもある。それでも努力を続けることは何より尊いことです。ああ、クラリーチェちゃん、昨日はごめんよ。おじいさん、全然気にしてないですよ。仕方なかったって身をもって知ってますから。そちらのお嬢さんも思ってもいないことを言ってしまってすまなかったね。いいえ、こちらこそ事情も知らず失礼なことを言ってしまったからごめんなさい。村人の皆さん、明るい雰囲気ですね。それにどことなく幸せそうです。今回のことがお互いの気持ちを再確認するきっかけになったのでしょうか。さて、私たちもそろそろ帰る時間、行こう。ですか？せっかくマブダチになれたのに。名残惜しいですが、タヌキさんを早く連れて帰ってあげないといけませんし。それもそっか。ソフィアさん、エヴァさん、また会いましょうね。もともと同じ学院の生徒なんですから、きっとすぐにまた会えますよ。
エヴァ。ん？何？この胸に宿りし石縛は我が糧となり血肉となる。貴様、いや貴公と私はおそらく同じ運命の輪を巡っている。必ずや惹かれ合い再び交錯するであろう。いずれ来たる約束の地にて相まみえるその時まで貴公のことは記憶に留めておくとしよう。うん。でもきっとまた会える日が来るから、その時を楽しみにしているね。チュッって言ってます。いや、威圧しすぎだ。そうですかね。だいたい合ってると思いますけど。とにかくだ、また会おう。エヴァ、ソフィア。最初からそう言えばよかったんじゃないですか。うるさい。最後まで騒がしかったですね。なんだかいろいろありましたね。とても2日間の出来事だったとは思えません。確かに。あの村人たちを見ていて、私改めて思いました。努力する気持ちを忘れてはダメですね。エヴァとの仲だって今でこそこうして隣に立てているけど、でもまだまだだから、私は努力をやめてはダメなんです。ソフィア、努力ということで言えば、ラロックの汚染のことだってそう。ルシア帝国の息がかかった研究のことも絶対に何とかしないといけないって再認識しました。私も。でも私一人では変えられない。今では本当にそう思ってる。あのタヌキさんと死んでしまった猫さん、きっと素敵なお友達だったんでしょうね。遺灰を故郷に届けるために命がけで。すごい絆。これから私たちもあんな風になれたらいいなって。うん。あ、でもエヴァ、昨夜あなた私たちに対してひどいこと言いましたよね。え？何の話？足手まといだから置いていくってロレッタさんと話してましたよね。あれは選択肢の一つとして。だからってさすがにショックでしたよ。もう絶対許さないんですから。大嫌いになっちゃいますよ。それはつまり大好きということ？もう感染は治ったんです。エヴァのバ